カマロです。 V8 です。なんとなんでハーツなんだということで、レンタカーらしいです。レンタカーなんですか、これ。レンタカーです。これはいくらですか。150ドルしないですね、1日。それって安いよね。安いです。日本だと86借りるぐらいだよね。そうです、借りるぐらいです。デンバーの空港で借りました。これなんか特別社員割引とかそういうわけじゃなくて、全くないです。誰でも借りられる。へ、年齢制限はあるのかな。25歳ですね。25歳ですね、はいはい。どうですか、これは。V8 のアメリカンサウンドに酔いしれながらここまで2時間ほど空港から走ってきました。ちょっとエッジかけてみてよ。なんかかっこいいじゃないか。あ、ハーツだ。本当だ。200台しか作られてないですよ。200台。レンタカーのために200台。へえ。意外とバゲットシートです。ちょっとじゃあドライブ行きましょう。はい。演出してる感じはあるんだけど今これはモードがツアースポーツ。今は賑やかモードになった、ね、最初はツアーモードでした。あ、一番おとなしいモード。ここに来た時は、来た時もツアーモード。今のは一番おとなしいモード。今のでおとなしいの。今のでおとなしいです。これを今スポーツにしたんで、もうちょっとさらに、うん、トラックにすると、うん、よりさらに。それで今ニューヨーク在住で、そのマンハッタンをポルシェのカブリオで通勤してんだっけ。車持ってないです。
持てるような、そのってか必要ないのか。そうですね、うん、もう渋滞もひどくて。なるほど。東京よりもひどいですね。うん、でもたまに箱根行きたくなるでしょ。なります。非常になります。ニューヨークの近くだとそういうのあります。道あるの？あります。なんだ、少し1時間ほど走ればあってですね。へえ。マンハッタンのお金持ちの、うん、スーパーカー乗ってる人たちがよく行くような場所があったりですね。ポルシェ、フェラーリ、そういった車を。え、でもレンタカーはこういうのはやっぱりあるんでしょ？あ、あります。あの上のランクをお金払えば、うん、私も一度たまたま運よくですね、用意してた車がないと言われてグレードアップでポルシェに乗ったことがあって。日本だとまず911なんて、うん、レンタカー普通の、それもハーツだったんですけど、貸してくれないですけど。それ普通に行ったらいくらぐらい取られるんですか？それだったらそもそもマイル、走行距離の制限があって1日500ドルとかだと思うんですけど、6万円7万円なのが、まあ、これは向こうの、 あの手違いの詫びということで。なるほど。マイル制限なし1日100ドルぐらいでですね、借りてた。アメリカに来るとそういうところがこうレンタカーが充実するというのがありますね。おうおう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。あれ、でもみんな知らないよね。知らないと思いますね。もうこういうの借りるしかないよ。アメリカに来たらぜひ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上。